どうもお久しぶりです。実家からギワチンです。今回ですね、友達とのデュエル動画になります。使うのはこちら、1999年発売初代 EX、 こちらを使ってデュエルをしていきたいと思います。左にいるのが僕で海馬デッキ、右にいるのが友達で遊戯デッキとなります。当時のルールでかなりちぐはぐだと思うんですけれども、よければ見てください。ではどうぞ。高校で、うん、海馬レアカード、はい、召喚、砦を守る翼竜。そんなカードで俺を倒そうと。カードを伏せてターンエンド、ドロー。魔物の狩人、攻撃表示召喚、攻撃ターンエンド、ドロー。やっぱこう、急デュエルが楽しいわ、俺。もう昔思い出すもん。思い出すな、うん。カードを伏せる。カードを伏せる。大変だ。ドロー。正直そんなことやってるやろ。ハッタリってことは分かってんだよ、こっちは。魔物の狩人、生贄。出た。生贄よ。復讐のソードストーカー、召喚。攻撃力2000。強い。来たぜ。攻撃ルイーズ、ターンエンド。これが出したかった。ドロー。やられていった味方の怨念が宿っているモンスター。魔法カード発動。ほう、あれ来た来たよ、地割れ来た。普通に強い強い強い。このデッキ、魔人デスサタン。あ、来たね来たね。攻撃1500ね。ターンエンド、ドロー。よし、バーサーカー召喚。1500。闇エネルギー、お300アップ、1800。攻撃、トラップカード発動。何、援軍。何500アップか。何遊戯のくせに100か。今度はいい勝負やな。くそ、いい勝負や。ターンエンド、伏せへん、ドロカードすげえ。エルフの剣士召喚。おお、なるほど。エルフの剣士攻撃で、サタン攻撃。いくらや、合わせて1000…2800 や。くそ、遊戯、俺に傷を負わせるとは。運命のドロー来た。ランプの派生ラジン1800。それよ、一番強い。どうしようもないやんけ。攻撃来たぜ、ラジン師匠。400。デスティニードローしてしまった。ターンエンド、ドロー。ランプの派生ラジン熱い。魔法カード発動。おい、心変わりマジで言ってるマジで言ってる。え、生贄、はい、生贄、はい。ブラックマジシャン召喚2500。2500。ブラックマジシャンやべえ来たよ、ついに来やがったミッキー柄で来やがった。ドロー遊戯、お前は甘いぜ。ブラックホール、うわぁ、うせぇ。そして、死者蘇生。ブラックマンシャンをいただくぜ。どうすりゃいいんや。そして、ドラゴンヒューマン召喚。攻撃3800。ターンエンド。どうだ、自分のモンスターで殴られる気持ちはよ。ドロー。どうすりゃいいんや。これはいいぜ。だってミリアンフォースとかないからね。ない。うん、ドラゴンゾンビ召喚。おお、こっちか。ドラゴンヒューマン、1300。300と300。
か意外にやばいんだよねこれ。はい、まだ900カードを伏せてターンエンドドー、シュウヤのおかじ拭いたわ。800のダメージを燃え尽きろ。今何本？2900かどうした、どうした、ここは攻めよう。サイクロプス攻撃表示で召喚、ブラックマジシャンで攻撃、900、そう900やって200、刻むな。ターンエンド、今何本やったっけ残り800、俺の900 次のカードにかかってて、そうやで、ね、てかもう無理やで、ね、だって何を引いたら勝ち、あブラックホールやわ、そうや、ドロー、結構普通に強いタイミング、星5円負けましたか、負けました、いやー使った、ちょっとこれにちょっとは付け加えたら楽しいね、あとはうわっ一番下やブルーアイズ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録評価もよろしくお願いします。昔の動画もいろいろありますので良ければ見てください。それではまたバイバイ。